こんにちは、近藤です。今回のウィークリーレッスンでは、コースでアイアンの番手を変えても距離の差が出ない、力強くしっかりと強い球が出ないという方に有効な練習方法を紹介していきたいと思います。アイアンの番手を変えても距離の差の出ない方の多くは、インパクトでしっかりと左に重心が乗ってボールに圧力をかけることができずに、右足重心になることによってクラブヘッドよりも手元が後ろの状態、ハンドレートと呼ばれる状態になっている方が多いです。このようなインパクトになってしまうと、クラブのロフトが通常よりも寝た状態で当たりますので、力のベクトルが前ではなく上方向に向かってしまうために飛距離をロスしてしまうというわけなんです。そこで今回は、重心が右に残ったままインパクトすることなく、しっかりと左に重心が乗せていけるようになっていくための有効な練習方法を紹介していきたいと思います。これは私もよく行っていた練習方法なのですが、バックスイングを行って、そしてダウンスイングからインパクトフォローに向かって左に乗っていったら、右足を一歩歩き出すように前へ出していきます。重心が右に残ってインパクトを行ってしまうと、右足を前へ歩き出していくことができません。しっかりとインパクトからフォローで左に重心を乗せていって、そして胸がターゲット方向に回っていくことによって、右足を前に歩き出していくことができるようになります。それでは実際に打ってみます。アドレスを取ってバックスイングをしたら、打ったら一歩右足を前に出していきます。このような練習を継続していくことによって、右足に重心が残って力が伝わらないインパクトから、しっかりと左足に重心が乗ったボールに圧力をかけられるインパクトに変わっていきます。ぜひコースでアイアンの番手を変えても距離の差が出ない、しっかりと前に力を伝えられないという方は、この右足を一歩前に出す、歩き出すという練習方法を試してみてください。